G の意思、 G のウィル、 G から始まる英単語の秘密。ゴーアヘッ、アフターユー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 。ゴーアヘッ、ゴーとは尊敬する関先生曰く、中心から離れていく猫ちゃんのイメージです。このようにゴーは無生物に対しても使うことができます。これを応用すると、1、辞書持ってくるの忘れた、あなたの借りてもいいかな、サラ。 1. I forgot to bring a dictionary. May I borrow yours, Sarah? 2. もちろん、どうぞ。 2. Sure, go ahead.このように、ゴーは中心から離れていくイメージで、行く、離れていく、行うなどの意味があります。実は、G にはそのイメージの裏に明確な意思があります。G の意思について、後半でお話をします。君が涙細い指で拭ってる、その笑顔に会いたくて僕はほどけるのさ、もう全部隠さずに打ち明けようと何度もしたけれど、言えないよ好きだなんて、誰よりも君が近すぎて、悲しいよ夢だなんて、君に届きそう唇がほら空回り、俺の財宝か、押し切りゃくれてやる、探せ、この世の全てをそこに置いてきた。アニメワンピースには革命家が何人か出てきていますが、彼らの名前にはすべて D の文字が入っています。俗に言う D の意思です。英語圏、特にキリスト教の世界には神様をゴッドというのはご存知ですね。だから G には特別な意思を持った単語が多いです。ちなんで言う G の意思です。例えば神様ゴッドが良いと認めたグッド、想像した地面グラウンド、神々しい金属ゴールド、そして神の領域天文学的な数字10の卓上グーグル、いつもお世話になっている神会社グーグルなど、生活の中にたくさんあります。 Dios bueno tierra gobe gobe。 まとめるとこうなります。話題の中心から離れていく猫ちゃんのイメージである G は God Dios の意思が働いていると考えなければなりません。つまり GO にははっきりした神の導きがあって、目的地や目的ごとがある場合に使う。
In other words, go is used when there is clear divine guidance and a destination or purpose. En otras palabras, go se utiliza cuando hay una guía divina clara y un destino o propósito. だから、go が向かない場合もあります。Si ella dice ir. Por esto, go. Por esto, doka, kami sama ga michinuku anzen na tokoro e itte. Doko? Sore? Doko? つまり、英語の話者は確実に神様の認識がある物事に G の意志が働くと考えています。だから G がつく語には論理的で変わらない永続的な物事となります。 Words with a G are logical, unchanging, and permanent. Las palabras con G son lógicas, inmutables y permanentes. ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価何とぞ何とぞよろしくお願いします。